こんにちは。今回も苔のレイアウトを作っていきたいと思います。で、今回はですね、大葉提灯苔という苔を使いたいと思います。僕提灯苔の仲間好きで、チャームでちょうどこれが売ってたんで買ってみました。よいしょ。それで使っていく水槽がこちらのグラステリアフィットです。まあ、あの商品はですね、シリコンのシールをガラス蓋に取り付けられるんですけども、まあこの2ミリの隙間が結構ちょうど良くてですね、水槽の中が乾燥しにくいんで、まあ霧吹きの手間が非常にサボれるんですね。安定してしまえば、放置で、ライトをタイマーで管理するだけで、結構植物育ちますので、今回もそのやり方でやっていこうと思います。それでですね、今回は淡水のドワーフクラブ、ヴァンパイアクラブとかをまあ入れられるような水槽を目指していますので、排水といいますか、古い水を下に溜められるようにしたいんですね。あの汚い水を、カニが吸っちゃうと多分死んじゃうので、汚い水を分離してですね、下に溜めておきたいわけです。まあそういう仕組み作りも、やってみようと思います。では、開封しますね。水槽を開封してシリコンのシール貼って蓋乗っけたところです。で、まあ、排水の仕組み作っていくんですけど、排水の仕組みというか、その古い水を下に溜めるスペースを作っていきます。で、まあ、100円ショップでこういう、まあ、小物を買ってきたんですけど、はい、まあ、少し高くしてですね、この下のところに汚い水溜めるつもりです。で、ですね、まあ、こっちの脇から細長いホースを使って古い水を吸い出そうと思ってます。で、まあそのですね、カラーボードっていうんですかね、この発泡ウレタンみたいなやつの黒い板買ってきたんですけど、これで、排水ホースを刺す、まあ、排水口みたいなものを作っていこうと思います。で、ちょっと長さ測ったり真剣にやるんですけども、とりあえずこんな感じで、下の水通る道作って、こう折り曲げて角に合わせる感じにします。で、これを接着するのに今回ホットグルーガンを使ってみます。よいしょ。お、出てきた出てきた。冷えの早そうだな。うお、ずっと垂れてくるし、塗りにくい。はい、か、これでベッドベトになっちゃった。あー、まあ、水の通り道2箇所開けてみました。
結構ガラスについても爪で引っかくとぼちぼち剥がれますね。使いやすいと思います、シリコンよりは。ただ冷えて固まるのがめちゃくちゃ早いんで、広い部分を、塗って固めようって時はちょっとやりにくいですね。ちょっと形がいいしはもったいないけどな。ココナッツファイバーを少し使ってみることにします。細かいソイルとかが、隙間に挟まってですね、排水っていうか、まあ、水の通り道を塞ぐのが嫌なので、フィルターとしてココナッツファイバーを今回使ってみますね。向こうで出したで、ココナッツファイバーを抑えるように上からソイルで重ししてみます。で、あとですね、ハイドロボール、まあ、セラミックの土なんですけど、まあ、ソイルより硬くて若干粒が大きいですね。これで、まあ、この白い台座の上に盛り土していきますね。まあ、全部ソイル統一でも良かったかもしれないんですけど、こっちの方が肥料少なくて乱層出にくくて、あとは排水の能力が高いと思います。水はけがいいと思います。今回植物をですね、ミネラルソイル、栄養価の高いソイルの中に植えたいんですけど、まあ、ミネラルソイルを入れるポットですね、こちら用意してます。流木を接着しましょう。いつも使ってるこのダイソーの野菜の土ですね、これをまあ水で練って粘土状にして空いてる隙間に貼り付けていこうと思います。じゃあ苔を貼っていきましょう。じゃあまあ大葉ちょうちん苔を壁面に貼るつもりだったんでやっていきましょうかね。あと虎の苔を流木周りに貼るつもりです。あとなんか植えるかな。ぴったり。すみません、また動画外で植え付けをやってしまいました。うちにあった山野草をですね、植木鉢の数減らしたいと思って整理して
でパルダリウムに使えそうなものをいくつか植え付けています。まずはこちら岩雪の下でございます。でこの流木の足元に生えてるギザギザの葉っぱのものがナチアワモリショウマという草でして、まあこれは丈夫なんで多分パルダでも、枯れないんじゃないかなと思います。どちらもですね、冬場室内の温度でしたら完全に落葉しきることがなかったので、まあ、来年の冬もですね多分葉っぱつけたまま越してくれると思います。少し小さくはなりますけどね。でこちらのでかい葉っぱのものがペペロミアの、なんかですねちょっと種類の名前分かってないんですけども、園芸店で買ったものでして、まあ丈夫です。本当はですねこの多湿環境じゃない方が葉っぱが腐りにくくていいんですけど、まあ見た目の問題でここに使ってますね。レイアウトのバランスの問題で植え付けております。で、足元にあるのが屋久島姫馬の足型、金峰毛の仲間でございます。この子が奄美スミレでして、まあ小さくて多湿の環境でも結構育つ草ですね。で冬場落葉もしないので、スミレの仲間のパルダリウムで使えそうなものって少ないんですけど、この屋久島スミレはいけると思います。あと石垣スミレを使ってるのを SNS で見かけたことがありますね。はい、あと真ん中のこのサニーレタスみたいなのが台湾産のサギゴケです。これをメインで使おうと思ってたんですけども、まあ、レイアウトの都合で、だいぶ前の方に押しやられてしまいました。あとはまあ結構目立つのが水晶ですかね。100円ショップで、5、6個入ってて100円で売ってて買ってみました。で、まあ、くぼみの影になるところに、今回使っております。そういうくぼみの影のところはですね、植物育ちにくいし、影を影のままとして放置しているとレイアウトの雰囲気薄暗くなるんですけど、まあ、この土壁の間の隙間というか谷のところですね、まあ、こっちだと黄緑色の植物を置いたりして見ているんですけども、まあ、宝石はですね枯れることがないんで、まあ、一つの対策としていいのかなと思います。大虎のゴケと水晶が結構見た目の相性が良くて気に入っております。まああとは育つかどうかですね。少し葉っぱが腐ったりとかすると思うので、様子を見ながらですねトリミングしてダメになったところを取り除いて馴染むのを待っていきたいと思います。それではですね、排水機能の方をご紹介していきたいと思います。まあ裏側向けますと、こっちかな、よいしょ。まあ下がこうなってるわけですが、ここの下のスペースに水が溜まるようになっています。土が下に落ちないようにですね、まあヤシ殻とか、そういったものでせき止めているんですけども、まあ上から水かけていきましょう。まだ立ち上げたばかりなんで土がかなり養分を余分に含んでいると思うのでしっかり洗っていきます。で余計な養分とか雑菌を、まあ、上からシャワーかけて叩き落としてあげると比較的、まあ、植物元気に育ったり健康に育ったりしやすいですね。このように排水がしっかりと下の方に溜まっているのが確認できます。そして、最初に作った排水のホースを刺す通り道ですね、まあ、ここにエアホースを刺して先っちょを口で吸います。
まあ、そうすると、水圧で汚い水が排水されていくわけです。それで排水が最後の方になってくるとだんだん、まあ、吸いにくくなるんで水かさが減って、少し傾けてあげると、そうすると最後まで汚い水を吸い切ることができます。そして最後に、純水 RO 水とかミネラルを含んでない水でガラス面の水滴、さっきスプレーした水道水を叩き落としちゃいます。これをやらないとやっぱり水垢になって干渉を妨げるようになるんで、しっかり毎回やる方がおすすめですね。あとは植物の葉っぱの表面にも水垢とかつくと植物調子を落としやすいんで、まあ、純水使うのは、ポイントかなと思います。最後に、ガラスの前側をティッシュで拭いて、で昨日気づいたことなんですけども、ガラスの表面にですね、まあ、ホコリとか水垢とか、こう水が結露する核になるようなものがあるとより曇りやすいということが、分かりまして、まあ、しっかり拭き取ってですね、ホコリとか取り除いてあげた方が曇りにくくて、いいと思います。今ので、基本的なお世話が終了です。最初のうちは頻繁に洗ってあげた方がトラブルないと思うんですけど、安定してくればカビが出るリスクもあまりないと思いますし、霧吹きで水を乾いた分足すだけで、しばらく維持できると思います。ただ、まあ、あの他の過去に作ったパルダリウムがですね、植物の葉っぱが若干黄緑色だなと気になりまして、まあ、洗う回数が足りないか、肥料が不足しているか、光を当てる時間が長すぎるかとか、そういったところは見直した方がいいんじゃないかなとちょっと思ってます。まあ、最初のテーマはですね、ドワーフクラブを飼育できる容器っていうことなんですけど、まあ、この上の排水ホースを刺すところですね、下の排水タンクにつながっている場所はカニが入り込めないぐらいの隙間で作ることができて、まあ十分な工作ができたと思うんですけども、本当は脱皮のために、体が浸かる水場を用意しないといけなくてですね、それはこの前の方土掘って、小さなおちょこみたいなものを埋め込んでカニが潜れる水場を作った方が、作らないとカニは飼えないですね、この環境だと。まあ、植物育って引っこ抜かれないような感じになったらまた考えていきたいと思います。